今日はハイパーマックス R HK さんのね、新しいサスペンション、こちらですか、はい、おーこれか、来ましたね、いいですね、これの箱開いてません。一つはこのスプリング、はい、うん、二つ目は中のショック部装板の中のオイル、うん、三点目がリアになるんですけど、ここのリテーナー、うん、この部分が大きな変更点、大きな変更点、うん、ここはこういう風に稼働することによって、うんうんうん、伸縮ですね、はい、する時の、まあ、あの足回りの性能をよく動くようにしてます、うん、ゴミです、ゲクです、クルマンチャンネルです、ブーン、変速セット、リアルなサーキットバージョンでございますけども、はい、新しいですね、はい、ということで本日はこちらアピットオートバックス東雲店さんにお邪魔しております、はい、懐かしいでございますけども、最初ね、はい、あ A ピット A ピット東雲オートバックス、あ、いやいや、オートバックスが先ですとか、いろいろあった中で、そんな時期もありました、ね、ありましたけども、はい、もう今スッと言えます、アピットオートバックス東雲店、はい、アピットオートバックス東雲店言えてないさあ、そしてこちら目の前に DRZ があるということは、はい、今日は何をするんですか。はい、前回ですね、はい、土屋圭一さんに、うん、あの袖ヶ浦フォレストレースウェイ、はい、まあ、サーキットで走ってもらって、うん、この BRZ、ターボついて初めてですよ、うん、ですね、そうそう、やっとね土屋さんにお試しで、あのね、コメント欄にもあったんですけども、圭君がタイム測ればいいじゃんっていう、まああった、まあ、コメント欄いただいたんですけども、あ、はい、あのこうね、こう土屋さんにテストしていただいて、はい、いろいろ仕上げていってるっていう、まあ、コンセプトともね、ありますから、ということで、まあ、土屋さんに乗っていただいた結果、まあ、総合的にすごい褒めていただいた、いや、めちゃくちゃ好評な、ね、うん、土屋さんも褒めいただいて、よかったんですけれども、はい、まあ、強いて言うなら足回りが、まあ、ちょっと、まあ、コンフォートだよねみたいな感じの、まあね、そうすね、コメントをいただいていて、ただまたコンセプトとしては、うん、言ったらもうそういうコンセプトでチューニングしてきましたから、今まで、そう、そうなんです、最初はそうだったんですけど、やっぱターボを、ね、積むとそりゃ、まあ、まあ、変わるわなっていうことで、今日はハイパーマックス R HK さんのね、でしょう、新しいサスペンション、おお、いや、もう最新も最新よ、これを欅さんちょっとあるのかなと思って、なるほど、あ、はい、もう取り付けると、まあ、最新の、まあ、サスペンション取り付けるということで、はい、そうです、あ、もう、まあ、商品は決まってるんですね、もう商品はもうハイパーマックスある確定の、確定であればいい、ええ、じゃあもうこれはもうね、我らがターナーに、あー、まあ、いろいろね性能とか聞きつつ、はい、陳列棚のどこに置いてあるか早速聞きに行きたいと探しに行くというね思います、はい、はい、さあ、ということで、はい、店内にやってまいりましたね、こちら HK スゲットに来ておりますけども、稽古もね、一日店長やってやりました、ね、いろいろな方に来ていただいて本当に感謝です、ありがとうございました、はい、そしてね、まあ、今日の目的は、ね、はい、ハイパーマックス R でございますので、はい、取り付けたいということで、この方にいろいろお聞きしたいと思います。HK S の S は田中さんの3の S ミスターターナーです、どうぞ。軽症のね、こんにちはです、ご無沙汰しております、ご無沙汰しております、その田中さんでございますけど、まあ、今日は結構何でしょう、今日ですね、はい、まあ、私以前ですね、土屋さんに、まあ、袖ヶ浦フォレストレースウェイ走らせてもらって、はい、私の BRZ を走ってもらったんですよ、はい、で、まあ、現状、まあ、オープニングでも言いましたけれども、足がねやっぱりこう、はい、もっと良くなるといいねみたいなお話を受けたんで、はい、まあ、自分なりに調べてちょっとある程度決め打ちをしてきました、うん、はい、で HK さんのハイパーマックス R、うん、これ実は以前試乗もさせてもらって、はい、デモカーの方、うんうんうん、まあ良かった、おお、なるほど、そう、あ、街乗りでも、そうなんですよ、街乗りですごい良かったんで、うん、まあ、そういう、まあ、印象も残ってるんで、まあ、これつけたいなと思って、はい、まあ、ありますか、まあ、あります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 、もちろん、もちろん、もちろん、はい、ね、じゃあちょっとね、うん、じゃあ商品を見させていただいてもいいですか、まず最初に、あ、はい、そうですね、いいですか、はい、じゃあこちらに、こちら、はい、はい、はい、さあさあさあ、はいはいはい、どちらにサスペンションがいっぱいありますからね、はい、いっぱいあります、そうですね、今やっぱり一番、はい、マックス R は旬なんで、うん、こちらのひな壇に、あら、飾らせていただいております、こちらですか、はい、おー、これか、来ましたね、いいですね、これの箱開いてません、めっちゃ正面当ててますね、はい、こういうものの、撮影の時ってこう逆光とかが意外と良かったりするんですよね、うん、確かに、うん、こまさにこの映えてます、映えてますね、はい、これどんな特徴がやっぱあるんですか、うん、まあ、いっぱい調べてきましたけれども、はい、もうだってそれはねつけるから、ちょっと視聴者の方にもどんどんとも、うん、改めてぜひ、まず今回 MAXR の特徴として色が、うん、
ですね。あ、もうそこじゃないって、そこじゃない、まあ、色も、いや、意外と重要で違うな、確かに。だって結果が今金色っぽいやつ、金色ですね、はい、うん、この赤い色の、あ、すげえ、なんかないですよね、確かに、うん、はい、なんか R、 なんか R って赤のイメージ結構ありますね、いろんな種類も、ね、なんか、あ、本当ありますよね、うんうんうん、多分そこにこだわりが、お、すげえ、差し色があるんではないかと、はいはいはい、勝手に思っております、そうなんです、勝手に思ってるかい、喧嘩やめなよすいませんね、喧嘩は、喧嘩やめます、喧嘩やめます、すいません、まあ、大きく今回 MAXR、はい、まあ、MAX4SP から後継モデルとして出た、はい、あの MAXR の、 あの、まあ、違いは3点ですかね、3点、はい、大きな違いは3点、大きな1つはこのスプリングですね、はい、うんうん、で2つ目は中の触覚部装板の中のオイル、うん、で3点目がリアになるんですけど、ここのリテーナー、ほう、この部分が大きな変更点、大きな変更点、はい、ちなみにそのスプリング、例えばどういったところが違うんですか、あ、LVS、 LVS ね、はいはい、ね、これ実際に、ね、あの僕たちもあの前回そのイベントをお邪魔した時に、はい、こう発表というか、まだ発売してない状態だけども、うん、置いてあったのを見させていただいて、この LVS ね、ローバイブレーションスプリングですね、ローバイブレーション、なんかしなやかだけど硬、うん、いよっていう、そっかそっか、スプリングは、ね、新たに導入されたってことですもんね、はい、あ、うん、そっかそっか、これだからスプリング、これ、090、これ電話番号、あそうですね、この090-できますんで、はい、はい、それぞれ、これまあ大体スプリング の、はい、あの種類で言うとバネレートを示してますね、はい、これ9、まあ、9090とかで9キロ、はい、なんですけど、はい、だから後ろリアは逆に、はい、あ、本当だ、はい、080なんで0、あ、まあ、100万、電話じゃないんですか、はい、あ、本当だね、10キロっていうんでってことですね、はい、あ、まあ、こういう多分スプリングって見た目も何も変わりがないんで、うん、多分こういうふうに、うんうんうん、あの印字することによって認識ですか、識別するように、まあ、分かりやすさもあるし、はい、っていうところです ね、うん、でリテーナーもまた変わってるというか、うん、かつ追加ですよ ね、今までないものが、あの、なんていうんですかね、この部分がもうなく、はい、うん、なんていうんですか、埋まってるような状態、今まで、はい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 、ですから、あの、ここの頭の触覚部装板の先端の、はい、なんですか、ピローであったり、はい、ゴム強化とか、はい、そういうのになっているところだけで、マウントなんていうか、はい、アッパーマウントと触覚部装板は動くときになったのが、はい、ここに全部こういう、ちょっと硬いですよね、それは手じゃ難しい、硬いですね、それはこういう感じで動く、あ、そっかそっか、はい、だからもう一個また稼働する部分が増えたっていう、そうですね、はい、そういうことなんですね、これ、まあ、こんな手で動くものじゃないですけど、まあ、ここはこういうふうに稼働することによって、うんうんうん、伸縮ですね、はい、する時の、まあ、あの足回りの性能をよく動くようにしてますっていうことですね、うん、あ、そっかそっか、まあ、本来だったら、そっか、先ほどおっしゃったようにこのバネがここに直に当たってたから、うんうんうん、ここが動くから、はい、バネの当たり方も変わってきてる、ね、ちょっと変わりますね、はい、そっかそっか、結構変わりますよね、じゃあね、なんか結構変わりそうなイメージありますけどね、うん、追従性すごい良くなるような感じしますよ ね、リアの足の動きに合わせて、イメージはね、はい、確かに、だってその縦方向が少し横も余裕ができたっていう感じになるってイメージですかね、確かに確かに、で、あ、じゃあそうですよね、そういうことですね、お、すげえ、すごい、おお、これだいぶ大きな進化な、ですよね、勝手に思って楽しいな、ね、はい、あとオイル、あと、はい、そうですね、このランパーの中のオイルですね、はい、あのやっぱりサスペンションをこうどんどん激しい動きじゃないですけど、うん、すると中のオイルっていうのがより、まあ、あの必要性になってくるので、その押さえつけるとか、はい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 、なのでそういったところがまた開発されてる、開発されてる、はい、前回のだからモデルっていうのはどのくらい継続してるんですか、モデルとして、確か MAX4 の SP から9年ですかね、結構長い、結構な、そうですね、大進化だ、いろいろね、車の今現在 のいろんな、はい、変わってきてます、うん、車も変わってきてる中で、やっぱりそうやっていろいろ進化していく中で、うんうん、HK さんも技術の進化が、はい、ということで詰まった、ね、おお、はい、これはやばいな、いやいや、もう話聞いてるだけでワクワクしてきますね、しますね、このね、サスの、うん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 、
じゃあちょっともう決め打ちなんで、はい、確定でもそうですね。でも気楽さんの今までのその仕様の変化からしていけば、うん、まあおのずとこういうタイプの足回りが必要っていうか、ええ、なる方が多分バランス的に、うん、トータルバランスでもいいと思うんですね。もともと NA の吸排気のライドチューニングから始まってきて、はい、それに合わせた足回りをチョイスしながら、うん、で今度タービンに入れて300馬力でってなったって、うん、タイヤも太くしてとかそうなってきた時にやっぱバランス的にはやっぱこういう足回りも必要性になってきたんじゃないかなと思うので、うん、だ現状のサスよりかは少しこう硬さもありつつっていう、そうですね、まあ、サーキット、はい、よりというもよりもよりですね、うんうん、ただよりなんですけど今回の R の特徴としてはやっぱり結構街乗りでも、はい、そうしなやかさ少し残ってる、はい、ところは試乗しましたけど、うん、欲張りサスペンションでしたよ。本当に欲張りサスいいとこ取りなんですよ。どっちでもいけちゃうんで、はい、そこが良かったです。欅君のボディと、ね、同じような、そういうことか、欲張りボディでございますね。じゃあもうこれで、はいはい、お願いします。じゃあこれを早速お取り付けさせていただきたいと思いますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
ということで、装着完了でございますね。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、いや田中さんどうでした？はい、まあ、ちょうどもうつけ終わってしまったので、はい、まあ、現状今こういう足が変わりましたよっていうのは、はい、お見せはできないんですけど、はい、一応結構その、まあ、255のタイヤサイズとか、うんうん、そういったのって車高であったり、うん、キャンバーとかっていうのも、はい、いろいろセットアップされてるお車なので、はい、現状を今それに近い状態でちゃんとセットアップしてあります。あ、なるほどなるほど、はい、とりあえず今一旦そうですね。でここからちょっと慣らし運転をしていただきまして、で、アライメントをまた再度ちょっと取らさせていただきますので、別の日程でってことですね。そうですね、わ、はい、かりました。じゃあもういよいよ、じゃあちょっと私たちは、走りに行くということでございます。ただここまでで前編後編という感じになってまして、ほう、後編の方でちょっと試乗の方を試乗すると、40分ぐらいの動画ですか大体すごい でかい作品になりましたね。でかい作品になりますね、はい、まあ、試乗編もぜひご覧いただければと思いますけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大久保さんありがとうございました。大久保さん今いらっしゃるかな、はい、やっていただいてね、はい、ありがとうございます。大久保さんありがとうございました。ということで、この動画が良ければいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 SNS フォローもお願いします。まだご覧ください。バイ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 。